こちゃこまいしるさ、俺は妹が好きなんだ。彼女なんていらないくらい。早くあいつと結婚したい。法律が邪魔をするんだ。はい、よっこりゃ。うそ、お前おったんか。初めて動画出た時は中学生だった。これあげる。私が飲んだやつ。この痛み俺は幸せだと思ってるんだ。どう思うんだお前は俺のこと。大好きだよ。本当か。じゃあ俺と結婚だ。うわ、 ママの方が前のこと好きやん。どか行け。俺らの時間邪魔すんな。もうあんたうるさい。じゃあ風呂入ってくるわ。行かないで。風が大丈夫か。え、来たな。やっぱ好きじゃないんだ。お前の鼻水さえも愛しいさ。じゃあ切る。バイ。あれ、妹はもう高校3年生。だいぶ成長してる。目隠しして、あいつのプロに侵入してやろう。10円玉が必要だ。これで風呂の鍵も開けれる。うちの風呂はセキュリティが弱い。罪のないように目隠しをします。何も見えません。この10円玉を使って開けます。 それでは侵入します。本当に見えませんかね。どうかに気づかねえな。高校3年生の妹の裸待っててね。321。どうも。何？何？わあ、わあ、妹。今日は入ってきた。いやー、わあ、わあ、ママは来ないよ。お前何しとめんて。何しとめんて。お前誰や。お前、 いや、誰や。お前じゃないって。いや、あ、お前は一体。何で妹出てけ。お前そんなことせんやろ。もっと嫌われるよこいつ。んねん、狭いの。お前風呂入ってんぞ。風呂入ったあれ。入ってないよ。目隠ししてるから。もともとみんな入っていたら入ったんだ。おい、何してんっていうよ。あれはお前、娘のお前、お前風呂入ってどうするお前。変態か。カメラあるなこれ。誰やろお前。 お前、今ママと入る。絶対無理。小学校5年生から入っとらんよな。ママとは入っていいよ。絶対入りたい。一緒に入ろう。無理やって。じゃあ家族3人で入るか。いいわ。妹、本当すみません。 次やったらマジで終わりやから。ほんとすんません。終わりやからね。はい、お前と兄弟の縁切るから。お前何しとん。チュー。お前君とチュー。ジムとチューしとったん。うん。